それではですね、テクテクリブレオフィスということで、始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、ライターのスタイル機能について、ご紹介したいと思います。皆さん、スタイルって結構使ってますか？どうですか？いえ、あまり使ったことがないですね。あ、使わないですか？よく使いますね。あ、ありがとうございます。使わないっていう人がいないとこう進めにくいので。ライターは結構スタイルベースで触ってますね、私も。ライターとドローはスタイルベースで触ってます、ね。はい、ライターの使うにあたってスタイルって非常に重要で、で、例えばこんな文章があって、この辺がこう見出しだとしますよね。で、はい、スタイルを使わない場合というのは、一個一個こういうふうに、例えば、こんなふうに一つ一つ設定していくようになるわけなんですね、うん、はい。で、これでも一応見た目見出しっぽくなるといえばなるんですが、1ページぐらいのドキュメントを作ってるだけだといいんですけど、これが例えば何十ページもありますといったときに、後からじゃあデザインをちょっと変更しましょうとなったときに、ここまたこう一つ一つ、直していかなくちゃいけないというですね。例えば後からこう背景に色をつけたいなってなると、また全ページこれをやっていかなくちゃいけないというふうになるわけですね。で、非常に手間で、普段そんな感じでやってますけれども、ね、ありがとうございます、そうですよね。そうやってしまいがちな人がいるんですけど、そこで、出てくるのがですね、ありがとうございます。で、そこで出てくるのがスタイルという機能なんですね、で、一旦、戻しますが、で、どういうものかというと、サイドバーの中に、ちょっとレスポンスが悪くなってますが、スタイルのカテゴリーがあります。で、普通の平文を作った状態だと標準段落スタイルというものが適用になってるんですけど、で、この中にこう見出しというカテゴリーがあるんですね。で、これがその文章全体を上のレベルから見出し1、見出し2、見出し3というふうにこうレベルを分けされている見出しで構成をしていこうという、そういうものになってまして、で、例えば、タイトルという一番大きい見出しには、見出し1を適用しますと。で、それ以下の部分については、見出し2を適用していきますよと。これ今スタイルのところで、はい、ダブルクリックとかしてるんですかね。あ、そうですね、ダブルクリックをしていますが、他の適用方法としては、ここから選択するという方法と、あともっと簡単だと、ショートカットのコントロールを押しながら、1とか2ですね、っていうのを押すと、1を押すと見出し1、2を押せば見出し2というのが適用されていくというですね、コントロールプラス数字ってい こうかなりシンプルなところに適用されるぐらいその基本的な機能だというところですね。で、これで一応見出し1を適用して見出し2を適用したという状態になってます。で、これだけだとあまり先ほどのケースと違いがないんですが、で、次にこの見出しの編集を行って、ここで設定ができるわけなんですね。で、例えば背景を色をつけて、罫線も入れますとなんていう設
定をここで変更すると、ドンと。おお。え、これ一辺に変わるんですか？そうなんです。ありがとうございますね。あなたたち示し合わせたんじゃないんですよね。で、一辺に適用できると。で、当然ながら、あ、じゃあ後からで、デザインを変えようかと思った時には、またここで、デザインを変更すればですね、全体に適用されるというものなんですね。で、これは一番基本的なところで、そのデザインを、まあ、中央完成的にコントロールできるというものなんですね。で、さらに言うと、この章立てをしたものに対して、例えばこう番号を振っていくということができますと。おお。ここですね、箇条書きを押すと、全体に対して、番号を適用していくことができると。で、全部順番に並んでるんですね。そうですね。で、例えば途中に見出しをやっぱり一つ追加したいなと思ったときに、文言を入れて、で、ここにも見出し2を適用すると、このように番号も自動的にこう表現されるわけです。もう、あの順番が勝手に変わっていくわけ。あ、そういうことですね。はあ。で、さらに言うと、例えば、まあ、あの大きいドキュメントを作っているときにありがちなんですが、あの上の人間がですね、これ2と3、 2と4ってちょっと入れ替えた方がいいんじゃないですか。もう出来上がってるんですけど、そういうこと言いますかみたいなことよくありますよね。あるあるですね。そういうときにこのナビゲーションを起動して、でここでですね、どれだっけな、下とか上とかのボタンを押せばいけます。ドラッグでいけないか。下とか上とかですよね。これかな。違う。これはページを移動するので、それです。章を下に移動。はい。これでもって、この章以下の部分を丸ごと移動することができると。へえ。まあ、レベルも変えれますね。今、見出し2だけど 3にしたりとか。はい、今、見出し2ですけど、こいつ自体をレベル3にするということも、どれでやるんでしたっけ？隣、そこじゃなくて。これ？これか、レベルを下げると。これ今、レベル、見出しの3に変わってます。で、また上に上げれば、レベル4ですよ。おお、ごめんなさい、レベルっていうのはあれですか、要するに大見出し、中見出し、小見出し、そういうことですね、その見出しっていうのを、それを変えられるっていうこと？そういうことです。そういうことですね。レベルがだから1から10番かな、1から9番やったかな、1から10番までか、レベルが10段階用意されてるんですよ。なので、はいはい、スタイルも見出し1から見出し10まで用意されていて、でそれの 2番目、3番目とかっていうのをレベルとして変えていけるという。あ、要するに大きさっていうか、その、そうですね、要するに大きさですよね。大きさまあ、階層というか、大きさっていうか、はいはい、そうですね、階層ですよね。ああ、なるほど、はい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 。で、それぞれのそのデザインは先ほどのスタイルのところで、はい、また変えていくこともできる。ということで、ここでこう、まあ、あれですね、心変わりの激しい上司の指示があっても、こう、的確に反応ができるというですね。で、最後に、ここで挿入から、目次を挿入してやると、ドンと。目次できるんですか？目次自動で入りますね。あ、そうなんですか。いや、本当いいですね、はい、この素晴らしい反応、ありがとうございます。で、例えば、でこういうふうにこう項目をこう、ページをこうどんどん増やしていった場合でも、こいつを右クリックをして、更新をすると、今現在、その章が存在するページが自動的に反映されると。
ちょっと待って、さっきの見出しっていうのは、要するに親亀、子亀、あ、そうです、親亀、子亀っていう関係ですね。ひ孫亀みたいな関係ですね。それを変えたら、目次も、あ、変わります。勝手に変わっていくんですか？例えば今これ、レベル3にしたものを、じゃあレベル2に戻しましょうと。うん。とやったら、こいつを右クリックで、更新とやると、こうですね。うん。おお、あ、これ便利やね。これ便利なんですよ。そう、マニュアルとかね、作るときはこれがないともう辛いです、ね、そうですね。あの、本作るときは便利な機能ですよね。あの、論文とかね。おお。いや、論文じゃなくてもね、なんかちょっと今やらされてるんで、あの会社のあの社員規則っていうやつがあるんですけど、ね、うん、なんかね、それ変更せよっていうので結構困ってるんですよ。困ってたんですけど、もうまさにこれ便利やね、最適な、はいはい、ぜひこの見出し機能ですね、はい、使ってみてください、はい、明日からやってみます、ね、はい、ぜひぜひ、まあこの本当に見出しというか、見出しとあとはスタイル機能ですね、ライターの最も、まあ高機能でもあるし、使っていて楽しい部分でもあるので、あとこのナビゲーションと合わせてですね、ぜひ活用してみていただきたいと思います。はい、いや、ありがとうございます、参考になりました。いや、よかったです、こんなに喜んでいただけるなんて、いやいやいや、はい、といったところで、こちらの見出しというか、あのスタイル機能ですね、それから見出し機能、ぜひ活用していただきたいと思います。ではこちらの動画は以上になります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。